七不思議の裏不思議七浦です。ありがとうございます。始まりましたよ。ということで七浦はね、北海道から帰ってきまして。帰ってきましたね、北海道から。楽しかったですよ。楽しかったですか。あんなにね、天気が悪いと思わなくて。なるほど。天候が翔平君のお店で初日の夜中、結構朝まで行かれてたみたいで。行きました行きました、6時半だって。ホテル戻ってきたの7時とか朝の結構ね、翔平君の元いたスリラーのスタッフの子とかとね、そうです、こうみんなでワイ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 してて、僕と亜美さん、はいはい、亜美君とで、そのスリラーのスタッフの人と、あと誰だっけな、あと2人ぐらいね、あ、いたんですよ。そうだ、翔平さんのお店の近くでお店をやってるっていう、なんか商売敵みたいな、普通に考えて。ああ、まあまあまあ。でもなぜか、あ、でもね、飲み屋でつながってるんですよ。そうなんだ。みんなで一緒に盛り上げていきましょう感がありますよ、ああいうお店って。すごいのよ、その人が。またずっと喋るの。ずっと喋ってんのは、それは俺は感じてて、しかもすげえ強いでしょ、酒。あ、強い強い、やっぱ飲むから。で、俺もね、気づいたら亜美さんも結構飲んでんのよ。あ、飲んでたね。そう、飲んでて、で、いや、飲みます行きましょうって言うから、いや、行きましょう行きましょうって言うじゃん。なんかそしたら、なんか翔平君のバースデーイベントが先月あったのかな。なんかそのバースデーイベントで余ったなんかが翔平オリジナルワインなんかシャンパンか分かんないけどあって、で、なんかいつの間にかそれ2本ぐらい多分みんなで開けてた。ああ、なるほど、すごいね。そうなんですよ。いや、だから翔平君とね、一緒に店やられてる宋さん、はい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 、一緒に働いてらっしゃる方ね、宋さんと喋ってて、いや、昨日もさ、フィーバーでしたね、なんかビンタされてましたねって言ってて。ああ、ビンタされましたよ。そう、ド M チェックみたいなのもしたし、そう、ド M チェックをしようって。そうそう、で、俺2回ぐらいお笑いの分かりやすいはたき方で亜美さんをはたいてる覚えてる。なんか、いや、やりすぎだろみたいなやったのを覚えてる。総じて楽しかったですよ。ビンタされてましたねがすごい面白い。ビンタされてましたね。何発されたかも記憶にない。でもビンタをされたことは覚えている。ビンタされた上で、楽しそうでしたねっていう、あんま知らない宋さんがそういう感じで言ってたのがすげえ面白くて。楽しかったんだろうね、多分。なんかこう、いろんな解放された気分があったんじゃないですか、北海道で。関東だとほら、ルーティンが結構決まってるじゃない、あなた特にね。そう、俺もそうだし、何曜日何々やるとかさ、そういう意味で言うと新鮮でしたね。なるほどね。いいんじゃないですか。いい旅ありがとうございましたということで、僕はその間湯船にずっと使ってましたね。ホテルの中の、ホテルの狭い湯船にずっと。あそこ浸かる。まあ、そうか、まあ疲れはするけどね。疲れはするんですよ、一応ね。ずっとやってましたけどね。いろんな思い出を持ちつつ帰ってきましたので、じゃあ七浦をね、はいはい、お願いします。終わりということであ、ここまで語って3分半ですね。ショート動画ですよ、ほとんどこれはもう。あ、じゃあバズらせてもらっていいですか。雪山で遺体がなぜ全裸で見つかるのかっていうのね。200万回200万回、ありがとうございます。では、はい、みえさん、みえさん、はい、神奈川県在住の初老女子みえと申します。素晴らしい。ご丁寧に。はい。新日本プロレスの IWGP 初回、アントニオ猪木 VS ハルク・ホーガンを子供の時にテレビで見たといえば、大体の年齢がお分かりいただけると思います。1984年か3年どっちかですね、あれは。なるほど。だから子供の頃だと、だからほぼ同じぐらいのじゃないですか。かもしれないですよね。私は霊感ないと自分では思ってますけども、はい、占い師や守護霊が見えるという人に会うと、必ずあなたにはそういう力があると。で、過去世の関係で、自分でその力を封印しとると言われるんです。なるほど。思い返すと時々不思議なことを経験していますと。で、前置きが長くなったですけども、本題なんですけども、はい、七不思議の動画見てたら、不定期ですけども1ヶ月に1回ぐらい夜中に息苦しくなったり、ものすごい圧、を感じたりしますと、慌てて、ここはぜひモーモーさんに呼んでもらいたいですという希望がありますので、でしたっけね、こう、はい、越されてんのを振り払うように、うおーっていうのを、うおーが欲しいんですね。そう、こうここはぜひモーモさんに呼んでもらいたい。あ、本当だ、本当だ。ああ、うとうに点々がついてるんですよ。あ、うとうに点々ですよね。ちょっとその前から返します。これはやっぱりね、なかなか素人にはできない。できないでしょ。これ僕くらい訓練しないとできない。不定期ですが、1ヶ月に1回ぐらい夜中に息苦しくなったり、ものすごいやつが胸にかかったりしますと。そして慌てて、うわ人間どもめ。そっち側やって。いやいや、幽霊側。幽霊側。しかも人間どもめ言うてるから多分魔物です。魔物です。忌々しい人間どもめの、ね、悪魔か魔物です。まあそんな苦しみがあるんですって。があったと。うん、でここまでだったら別にメッセージなんか送りませんと。うん、昨晩いつものように見てたらね、就寝した時に夜中に掛け布団引っ張られて、はい、うん、あるいは左足の足首の上あたりをネクタイみたいなね布でスルスルスルってこうね、それをヘビーがこう歩いたみたいな、ああそういう感触か、そうそうそう、感覚があって、あ、気持ち悪いね。ここもぜひともモーモーさんに呼んでもらいたい。どうですか、こうね、ヘビみたいな感覚があった時に「えっ」って言ったこう久々の、ああ絵の久しぶりですね。ヘビの絵って難しいんですよ。難しい、やっぱ僕できないですよね、素人なんでね。うん、やっぱりこれは訓練するんですか。分かりました。夜中に掛け布団引っ張られたような、あるいは左足の足首の上あたりをネクタイくらいの幅の布がスルスルと横切った感覚があったので、思わず「人間どもめ」だから何なんその魔物人間どもに驚かされて「えっ」って言ってるから大したやつや、雑魚ですよ、小物です、ドラキーぐらいです。そうです、タホドラキーぐらい、タホドラキー。あ、でもルカなんとなってくるんだ。そう、あれと緑のバブーンと一緒に出てくるからね。いや2、よろしくお願いします。じゃあいきます。はい、長いな、もうまだいろいろと注文があるから。全然いけますよ。で、うん、飛び起きたんだって、うん、で一人暮らしでペットも飼ってないから、うん、そんなことあるわけないんだと。そりゃそうで、基本的に私の経験は誰かや何かに守ってもらってるという経験が多くて、怖い思いをしたのは沖縄だけだと、うん、沖縄ではね、それがなんかこう強すぎて、うん、なんか影響を受けてしまうらしいんですよ。で守護霊が見える人から「妖精ちゃんがついてるね」と言われたことがあって、うん、でどんな妖精ですかって聞いたところ、うん、小泣きじじいみたいな小さいおじさんがついてると。う、うん、で50の初老女子につく妖精って何なんと、うん、うん、そんなもんなのと妙に納得したことがあります。へえ、なんか妖精っていうとね、羽が生えてて、うん、可愛らしくてみたいなイメージがありますけど、うん、小泣きじじいみたいな小さいおじさんがついてるらしいですよ。でもそれは僕たちも多分なんかついてたとしたらそういうのかもしれないですよね。ああ、おじさんにおじさんがついてますかね。そんな可能性があるんじゃん。なんかこう、もうでもそんなん旗から見たらストラップみたいなもんだよね。おじさんにおじさんがついてるの。ストラップですね、確かにね。なんか小型化したキャラがついてたりとか、キーホルダー的だね。うん、僕はおじさんな気がします。あ、おじさんな気します。うん、そいつがついてることによってなんか性格に影響を及ぼしたりするのかな。あ、あるでしょう。あるんですかね。あるんじゃないの。そいつの口癖がちょっと映ったりとか、分かんないけど、ちょっとしたピンチをそいつが助けてくれたりとか。ノブさんが空港でね、 iPhone を落としたり落としたんですよ、ノブさんがね。あれでしょ、椅子座っててトイレ行く時にポッケから落ちたとおしきで、ふわっとね、その気づかずにトイレ行ってね。そう、トイレ行ってて、俺はそのノブさんがトイレ行ったところは見てなかったの。それで気づいて、ああノブいないなと思って椅子見たら iPhone だけ落ちてる。あ、ノブは死んで iPhone だけは残ったのかなと一瞬思ったの。なんで消えたよ俺、そこで死んで。で、ああちょっとあれは新しいやつだからなと思ってこう取りに行こうとしたら、通りかかった女性が、まだこれあれでしょ、飛行機乗る前の話ね。通りかかった女性がなんかその iPhone を取ったのよ。取って違う方向に行こうとしたのね。ああ、椅子の上に置こうとしたわけじゃなくて、そう、違う方向に行こうとしたから、それを僕はちょっと離れて席から「あ、ちょっとすいません、それ僕らの」って言ったんですよ。意味が分かんないでしょ。でも「僕らの」って言ったんですよ。僕のではないから。なるほどなるほど、僕らの。そう、僕らのって言って、ああってなって、届けてくれようとしたのかもしれないです。ああ、まあそっか、分かんないです。なんとかカウンターみたいなところに。でもまあそれ届けられたら面倒くさいですからね。うん、そう、だから俺がその時は、俺のもしかしたら守護霊が「あ、 iPhone があそこにある」と俺に気づかせたのかもしれないんだね。分かんないけどね。まあでも「僕らの」でもまあ合ってますけどね、これで撮ってるんでね。そう動画をね、言葉って変になんか急に出ちゃうなと思って、僕のでいいじゃん。ああ、まあそうですね、なんかそこにあったんじゃないですか、自分のじゃないっていう。ああ、多分そうだね。あ、僕らも。はい、じゃあ続きまして、キミリンさんです。キミリンさん、生配信で伏見稲荷のお話を聞きまして、お稲荷様でちょっと思い出したことがあると。ああ、井山君のお話ね。モモさんは福岡県の太宰府天満宮の奥にある天海稲荷訪れたことありますか？あ、いや、ないですね。モモさんは非常に日本列島行ったことがない県が多いですからね。九州一回見たことない、ね、そっちの方ないですもんね。ないです、ないです。でこの方がね、先日めっちゃいい天気の日にお参りに行ったらしいんです。はいはい。でそのね、院にある祠に入ってお参りしたところ、ものすごくタバコの匂いがすると。で一緒に行った友達にね、めっちゃタバコ臭くなかったって尋ねたんですけども、友達マスクしてたし鼻詰まりだったからしてないよっつって。でこの方も友達もね、タバコ吸わないんですよ、うん、で吸わないからこそタバコの匂いに敏感。そうだよね。で雨も降ってたし、あ、なるほど、ごめんなさい、とても天気がいい日じゃなくて、とても良き日、うん、あ、良き日ね、うん。で雨も降ってたから、うん、湿気的なもので匂ったのかなとも思ったんですけども、ね、かなり強いタバコの匂いだったと。で先ほどキツネとタバコの関係が何かないか調べたところ、うん、化かされたくなかったらタバコを吸うというのを見つけたんです。でもしかして私が入った祠はキツネ様がいなかったのかななどいろいろ考えてしまいました。なるほど。七瀬さんどう思いますかというところ。いや、その化かされたくなかったらタバコを吸うっていうのももちろんあるし、うん、狐付きにあった人から狐を出すっていうので、まあタバコの煙、炙った煙とかでいぶす、うん、それで狐がヒョーンって逃げていくみたいな、うん、そういう手法を取ってる昔からありますからね、出し方っていうと、うん、あと稲荷っていうかお狐様は基本的に火とタバコを嫌いますから、うん、だから境内とかでタバコ吸ってはダメですよって言われてるのもそういうところなんで、なんかそこでタバコの匂いがするっていうのは不思議ですね。確かにね。ね、うん。タバコを吸う狐だったのかな。喫煙者の喫煙、ちょっと悪いやつ。喫煙子ですね。喫煙子。子は狐の子でね。何するのかちょっとわかんないですけど。あれじゃないですか。え？セーラムメンソールじゃないですか。女が吸いそうなやつだな。なんでセーラムなんだよ。セーラムメンソール、セーラムピアニッシモとかその辺。いや、セーラムですね。セーラムをするんだ、ピアニッシモとね、セーラムですね。いや、ピアニッシモ吸えよ、わけわかんねえな。なんでセーラムなんだよ。いねえよ、あれ吸ってるやつ日本であんまり。いてるやろ。いてたやろ当初は。サムタイムとかですね。いやさ、いやもう、いや手に入れづれえよ。メンソールも、うん、なんかベタなやつじゃなくてちょっと変化球なんて言われたくて吸ってんだよそれは。あれそれ珍しいねって言われたりいいでしょみたいな。変な交差点すいませんね。続きましてグリズリー熊子さんです。あ、いいですね、グリズリー熊子さん。熊子ってことですよね。熊を重ねてるわけですからね。数年前なんですけど、同じ職場に働いた先輩の、あ、なるほど、昔同じ職場で働いた先輩の勤め先で退職者が出たと、うん、はい、だから一緒にまた働かないっつって誘ってもらったんですって、うん、でとりあえず仕事帰りに待ち合わせてご飯食べながら話を聞きました、はい、仕事内容も雇用条件も、まあ、申し分ないと、うん、で興味がありますよと伝えたら先輩が、今から私のオフィスに行ってもう少し話をしようよと提案してきた、うん、夕飯後で遅くなっていたのに話を詰めたいということは急いで採用しないといけないのかなと思ったので、うん、了承してそこに行ったと、はい、でそのビルは1909年に建てられたというとてもとても古い建物、ね、ミーティングルームで話した後トイレに行きたくなって先輩に場所を聞いてみると、うん、狭い通路の先だよって教えてもらったんですって。で手洗ってドアを開けてトイレを出ようとすると、うん、背後から洗面器の水が流れる音がする、うん、振り返ると閉めたはずの蛇口から水が出ている、うん、私以外にトイレに誰もいないけど古いビルだからこう緩んでるのかなと思ったらパッキーとかね、でもう一度蛇口を閉めてトイレを出た、うん、ミーティングルームに戻る途中葉巻の煙の匂いと、はい、誰かの歌声が聞こえてくる。ほう、あれ清掃員の人かな、うん、禁煙のビルなのにと思い先輩にそれ話してみると、うん、ああそれねサムよって言われたんです。サム、私はサムという従業員がいるのだと思う。ああ、まあそうだよね。葉巻吸っていたみたいだから注意した方がいいですよと伝えたら、うん、先輩は「いや注意できないのよ、ゴーストだから。ゴースト」笑ってるんですって。でね、どうやらサムは、1990年代に TRF として、そっちのサムの話じゃないかお前それ。いやいやいや、1909年のビルの話でしょこれ。1990年は鉄也小本レイズファクトリーの話じゃないんですか。違うんですか。その TRF じゃないですよ。その後安室奈美恵と結婚し、いやウィキペディアみたいな感じで情報言ってるけど違うよ。違うんです。サムは幽霊なんですよ。幽霊ですね。そうですよ。サムは1950年代に、はい、そのビルで働いてたオペラと葉巻を愛するおじさんなんですって。へえ。で昼寝中にね、うん、心臓発作で亡くなっちゃったと、うん、で驚いてしばらく黙ってると先輩が、うん「あなた心霊現象とか気にする人、サムは別に危害加えないし、たまに車の鍵を隠したりするくらいだからすぐに慣れるよ」って。いややだよ、やだろそれもちょっと。先輩はわざわざ従業員が帰って誰もいなくなったビルに私を呼んで心霊現象を体験するか、もしくはどういうリアクションするかを見たかったんですって。へえ、ね、耐えられるかみたいなことだね。そうそう。でもね、せっかくいいお誘いだったんですけど、やっぱそういうことあるとね面倒くせえし、丁寧に辞退させていただいたと。いやそうでしょう。幽霊が原因で仕事を辞退した最初で最後の体験でした。なるほど。普通なら面接の前に会社のこと調べるんですけども、まあ、先輩のね直接のオファーということで、まあ、調べなかったから、まあ、めっちゃ怖かったなっていうね。後から調べたところ、その建物っていうのは、うん、ハロウィンの時期の心霊スポット巡りに入っている建物でした。へえ、面白いですね。この方ね海外の方ですね。海外ですね、確か。最後に書いてありましたね。ああ。ちなみに、はい、カナダ人の 46% が幽霊の存在を信じているそうです、うん、半分の方だからめちゃくちゃカナダでは頻繁にね、まあ普通というかあるんじゃないもうは、まあ、ほぼ半々だから、いやいるよいないよがほぼね。でも日本だと全然違うでしょきっと。どれぐらいなんやろうね。からんね。まあでも3割 ?3 割ぐらいじゃない。どっちかわからないがすげえありそう。うん、そうね、グレーな意見ね。うん、いるよって言い張るって言い方おかしいけどさ、言う方が10何パーじゃないなのかな。20いくかいかないと思う。いかないか。日本国民の中で50ぐらいがその分かんないだよね。うんだと思う。で完全否定派とかも、完全否定派もいるもんね。3割いますよ多分。いるよね。3割います。それはすげえいる気がするわ。みんなあんなに体験してるのにだと思いますって思っちゃうよね。では続きまして、はいはい、島田陽子さんですね。ありがとうございます、最初の旦那の義理の父が亡くなった時の話です、はい。私は何かある時虫の知らせのようなものを感じます、うん、岐阜はタクシーの運転手、ある日なんだか嫌な予感がありました、うん、そこで私はその日元旦那に1万円渡して、今日多分実家から連絡来るからこっちに帰ってこなくていいからねと朝仕事へ送り出しました、はいはいはい、しかし何もなく夜に旦那は普通に帰宅、うん、考えすぎだったかなと思ってたら夜中に旦那の実家から連絡があって、うん、義理の父が事故に遭ったのですぐに来いと。運ばれた病院にとりあえず旦那が向かって、うん、子供たちは寝ていたので私一人起きて連絡を待っていた、うん、そしたら旦那から連絡があって、岐阜は即死だったよと、タクシーでお客を乗せて工事現場の傍らを通った際に周囲に明かりがなくて鉄パイプが飛び出しているのが見えず、そこに突っ込んで喉にその鉄パイプが貫通して即死だったと。いい魂ね。私は嫌な予感が当たったなと悲痛な思いでした、うん、その時住んでいたアパートの玄関は入ってすぐに扉を開けて入ってすぐにキッチンで、うん、窓は曇りガラス、うん、そこを誰かが通れば人影が見えると、うん、で廊下は明かりがあるので、丸見えです、うん、時刻は深夜2時頃だったと思います。旦那からのその後の連絡を待っていると人影が通りました、うん、あれ隣の人かなと思う。その人影は家の窓の辺りを行ったり来たり往復してると、うん、もしかして、岐阜かなと思ったその瞬間にピンポーン、うん、その瞬間にね、うん、びっくりしてね、こう覗いてみようかなと思ってたその時にまたピンポーンってなると、足音を立てずにドアスコープで確認してみると誰もいない、うん、でもその窓のところ人影がまだうろうろしてると。自分が死んだことに気づかないで孫に会いに来たのかなと思った時に部屋の中から子供の名前を呼ぶ声が聞こえました。怖っ。「〇〇〇〇いないのか」とその声を繰り返してると、うん、怖いですが子供は守らないと いけないので、うん、子供を抱いてね、お願いだから帰ってもらえますかと祈りながら必死に耐えていたらいつの間にか静かになっていました、うん、最後に岐阜はどうしたかったのか悲しい気持ちになった恐怖体験でしたと。悲しいですね。はい、会いたかったのかね、うん、亡くなってることには気づいてるのかね。気づいてんじゃないないかな。分かってて会いに来て、まあでも即死やから気づいてないのかもな。運転しててそのなんだっけ鉄パイプが出てるの分かんなくて、もうガッて刺さってもうすぐなくなったってことでしょきっと、多分喉元にね突き抜けてるからね、でわってなくなっちゃったわけだから、もう意識苦しいとか、多分なんかあこんなんで死にたくないとも思わずにもうだと思うね。もちろんもちろんね。そうなると確かになんだろう、いろいろ思う時間がなかったからっていうのあるだろうね。なんかあーなんか孫のところに来てるじゃない。うんそうだね。家行ってないのかな自分の、うん、先家帰りそうなもんじゃない。でこっちに来たんじゃない？一回行ってそしたら自分が死んでるの気づいてんじゃない？葬式とか、まあ、葬式っていうかみんながバタバタしてたりするところ、うん、よっぽどお孫さんにもしかしたら何かがまあ可愛かったあったのかね。それか不思議ですよね。まあそうよね。だからどういう気持ちができたのかなんか自分がね幽霊になっちゃって、うん幽霊っていう認識があったのだろう、死んでるって認識があったら、うん、相手怖がらさんように普通に孫のところにね現れて、うん、顔覗いてもうそれで満足しそうなもんじゃない。俺もそう思う。で「まる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 いないのか」って呼んでるってことはそうだよね。傷見れてないってことでしょ。うんちょっといろいろ分からんのよね。普通に生きてる人の行動みたいな感じだもんね。家入れてもらってない人のさ。そうだよね。普通に入りたい人みたいな感じになってるからね。だからそれっていうのがまあなんだろうな、亡くなり方によって何ができる何ができないとかがあるのかとかも、もしかしたらあんのかなと。だって即死になってるから目見えてないとかかな。あーなんかあんのかもね。その時の亡くなり方によって、状況亡くなり方死因によってなんかそういう縛りみたいな拘束を設けられてしまうかもしれないね。ということで、はいはいはい、今回もいろいろなお話でございました。皆さんありがとうございました。